ゲームですからね。そうですね、はい、まあ、切り替えて今日はどういう風になるか楽しみですけどね。今日の先発ピッチャー岩貞です。今日が20試合目の登板です。5勝8敗防御率 3.82、 スワロー戦はご覧の通り1勝0敗防御率も 1.93 です。この岩貞と、そしてキャッチャー今日もルーキーの坂本がバッテリーを、引っ張った打球ショートゴロです。二塁送球フォースアウト、一塁送ってダブルプレー、3番山田を併殺に取りました。ショート正面でした。まあ、ボールこそ、ね、少し甘かったんですけど、はい、腕を振ってますからね。そうですね、気持ちが入ってますね。1回のテストアローズは3人で攻撃終了です。岡さん、この 1,2 番コンビというのは固定しつつありますね。上本コーチ、まあ、今の形でいくならばね、はい、将来的にはこういう 1,2 番でいければなというね、いい当たりだ。左中間へのヒット、上本は1塁蹴って2塁向かう、ツーベースヒット。一昨日はなかなかチャンスで1本出ませんでした。昨日チャンスでまた1本出ましたんでね。いや、本当にいい形で働いてますよね。はい、まあ、やっぱり変化球に対応できるという技術が、ね、少し身についてきて自信めいたものがありますので、ね、はい、非常に良くなってますよね。ここはバントの構え、バントをしてきました。ピッチャー前に転がしました。送りバントが決まります。送りバント成功、1球で決めました。ワンアウトランナー3塁です。昨日のゲームは4打数でヒットはありませんでした。風がある、追いついた、タッチアップがスタートを切る、上本帰ってきます。高山の犠牲フライで1点の先制。1回の裏、非常にスムーズな流れで先制点を取りましたタイガースです。ツーベース奥久保ね、ショートの横を抜ける、バレンティンの同点タイムリー、1対1。追い込んでいたバッテリーです。そう考えるとこれで川端とか、ね、畠山が入ってきたらやっぱりとんでもない打線ですね。そうなんですよね、はい、だからもうやっぱ割り切るということが大事でね、はい、やっぱりコーチも選手にその割り切りをね、後押してやらないとね。ワンバウンド、後ろ反らした、大きく跳ねました。記録ワイルドピッチ、大きく跳ねてしまいました。かなりイレギュラーしましたね、はい、このベースの角に当たって跳ねてですね。抑え込もうという坂本、そのはるか上を越えていきました。ツーボールツーストライク。これでちょっとこう落とすボールっていうのはバッテリー怖くなるでしょうか。まあ、だけどね、はい、これをもう一球投げて初めてね、はい、その岩田の評価といいますかね、キャッチャーの勇気といいますかね、はい、そういうのをやっぱ投げさす勇気は必要ですよ。西浦、これまっすぐ系一本で来るかもしれません。来たー、レフトへ、三塁ランナーホームイン、逆転に成功スワローズ。西浦の2点タイムリー、3対1になりました。2つエラーがあり、そのエラーの1つが得点に絡んでしまいました。2番手ピッチャー松田、これで3連投になります。フル回転ですね、はい、まあ、それだけの信頼を今ね得つつある中で、まあ、ちょっとね3連投になると肩の方がどのくらいあと今日の投球見にくいですからね、はい、フルカウント8球目高いバウンド、サードゴロ、おっと、それた、セーフ、サードの送球それました、ジャッジ記録サードのエラー、どちらもサードのエラーが今日は出ました。まあ、
これも今サードが送球するにあたってね、はい、高山が全力で走ってて、これ状態を起こされてるんですね、スローインの時高くなってるんですよ、もう少し沈まないと今のボール、がこう上にそれやすいんで、状態が起きてるんです ね、 これね、もうちょっと低くグッと入ればね、こう少し抜け気味なんですよね、送球が抜けてしまったということです。出てきます。サターホワイトが出てきました。おととい登板をしました。まあ、おとといは満塁の大ピンチを作りましたが、なんとかゼロにしのいだというサターホワイトです。3番山田からです。5位スワローズとの直接対決に連敗をして、現在その順位は4位と5位は入れ替わりました。まあ、なんとかここでもう一度4位浮上、そして A クラス入りを目指したいというところで、まずは3連敗は逃れたい。ここまで3対1と2点差、天敵の山中をこの後どうやって攻略するか、そしてリリーフ陣にどのように襲いかかるか、その期待が持たれる阪神甲子園球場のジェット風船飛ばし、観衆は 42,683 人です。7回裏は大和からの打順です。意地のヒットにしてますからね。高いバウンド、セカンド一塁はセーフ、内野安打。今日がレッドソックス1731試合となった鳥谷、その鳥谷のヒット、ノーアウトランナー出ました。これで2回5回6回、そしてこの7回と、まあ、7イニングで4イニング以上は先頭打者出てるんですけどね。そうですね、まあ、内訳してね、いいのじゃないにしてもね、やっぱこういうヒットで出るということはチームにとって大きなプラスですからね、はい、やっぱこういうので勢いついてきますから、やっぱりこのまま続いてほしいですよね。第2打席でヒットを打っている坂本です。まあ、あと6回までの3対1でこれから8回の表に入ります。以上に変わります。4番手ピッチャーは安藤が放りました。おととい1人を放っている安藤です。今日が4 3対1のまま9回に入ります。甲子園球場です。9回の表には藤川球児がマウンドに上がりました。今日で600試合登板ということになります。今シーズンの38試合目。まあ、今シーズンは日米通算1000奪三振達成をした藤川球児、やっぱり以前の球持ちというか球児の球持ちと体重の移動の仕方が少し違ってる。あ、そうですか。やっぱりそう感じますよね。スピードはまあそこそこいってるけど、ボールの切れ自体がね、はい、ですからちょっとこう緩急もどこか入れてないと 1-2-3 でいくと怖いですよね。高く上がった打球はライトフライ、148キロのストレートでした。福留が掴んでスリーアウト。600試合登板を3人でしっかりと切りました。そして今花束が贈られます。阪神タイガース藤川球児投手が本日の登板で公式通算600試合登板を600試合登板で大いに沸きました阪神甲子園球場です。阪神タイガースが花束が贈られました。花束が贈られ、そしてベンチに引き上げていきます。9回の表終わって高く上がった打球、最後は17個目のフライアウトでゲームが終わりました。3対1、スワローズが3立て5連勝となりました。勝利投手山田。